ひまりんずの新作じゃん。ひまりんかわいい。現役 JK でひまりんずの社長ってすごすぎだよね。ひまりんず社長、モデル本人のブランドってことか。ひまてん。立派な家を建てて温かい家庭を築くこと。家森天一16歳、俺の夢だ。日当たりいいお家だな。そんな俺は現在バイトで家事代行をしている。やるか。いわゆる家政婦だ。今日はリビング、浴室が中心か。天一ロッドの出番だな。業務は掃除、洗濯、時に料理も。心がけはマイホームだと思ってやること。こだわりが発揮されるのだ。完璧だ。依頼主は母親の友達。週1回2件を個人でやっている。今日もピカピカ、ありがとう。成り行きだったがなかなか楽しい。ありがとうございますと。ただいま。おかえり。てんちゃん勉強教えて。みこと、晩飯の支度したらな。今日何？バターチキンカレー。てん、料理系 YouTuber がいい動画上げててさ。さすが。煮込んでる間教えてやるよ。やった。私でしょ、シュウジ。ただいまばー。超いい匂い。てんいち、郵便。お、明日から家事代行する人の鍵だ。もう一件増やすの？塾もあるし休みなくね。うん、まあそうだけど。高一の間に貯められたのは678000円。大学資金分、今年はもっと稼がねえと。しかもここ給料すごいんだ。泣けるわ。下の双子と進学が被るから学費稼ぐなんて。家事もして。手伝うよ。お前たちに任せても仕上がりに納得できん。大丈夫だ、俺がやる。主婦。天一がパパに出て助かったわ。え、これも全部家事やってくれてたのに単身赴任したパパのせいだ。いやいや、カレーうま。やばい。よかった。こんなんが俺の日常で。勉強するから皿水張っといて。うん。大変だとか思うでもなく、俺は明日高2へと進学する。すっごカード系。どんな職場か楽しみだな。今日までは何の波乱のないままに。おはよう。おはよう。今年は同じクラスだね。ん、カナエさん。ああ、中2ぶりかな。うんうん、よろしくね、家森くん。クラス替え最高すぎる。休みはなくてもこれならカナエさんと転校生紹介するぞ。吉野ひまりです。みんな仲良くしてください。よろしくお願いします。この子、確か学生社長の。ひまり、嘘でしょ。待って、マジ可愛すぎて死ぬんだけど。え、本当に本物？本物だよ。すげえ人気。泣き出した女子いるぞ。有名人の転校生か。はいはい、静かにしろ、特に女子。家森。はい。吉野さんと席隣にするから、今日世話係な。え、なんで俺なんすか。初仕事、家森をクラス委員長に決めたから。何かと気が利くお前なら助かりそうだし。副委員長は金井ほのか。はい。女子が世話役します。そうです。先生、大騒ぎするから女子はダメ。有名人だし男子といると問題あるんじゃないよ。アイドル業じゃないし。やってよ世話役。マジか。え、インスタフォロワー80万人ティーンのカリスマ。天一ってそういうの疎いよな。 SNS もしてないし。まあ
社長なんだっけ。ひまりずのコスメって女子に人気らしいぜ。この前もテレビで特集してたし。可愛いを作るプロなんだよ。そんなすごい子が突然俺の隣の席に。俺の席だ。家森戻ってきた。ひまりに変なことしないでよ。で、いねえよ。サイムなるぞ。うん、接し方もわからんぞ。家森天一くんだっけ。なんて呼ぶ。家森でいっか。おお。そっちは。むず。吉野さんって感じじゃ。ひまりんはちょっとな。ひまりんは女子専用、男子は呼び捨て。下でもいいよ。下はないだろ。それなら吉野かな。だと思った。なんで。ひまり選ぶ度胸なさそう。なめてる。家森真面目そうだし。別に名字が普通だろ。それとさ、私に世話役いらないから。転校くらいなんでもないし。あ、でもさっきやってて。私がああ言った方が場がまとまるかなって。っていうか私もまず男子より女子と仲良くしたいでしょ。ごもっとも。香水の匂い。あ、教科書明日届くから今日だけ見せて。ね、了解。なんかすげえイケてる子って感じだな。めくっていいか。オッケー。そしてさすがにすげえ可愛い。で、ごめん、ほこり。アレルギーやばくて。この教室でよっぽどだな。うん、まあね。どんな生活してんだろう。家の中も完璧そう。はあ、ひまりんの隣で勉強してたやつが何くたびれてんだよ。くたびれるだろう。俺都心部苦手なの知ってるだろう。イケてる空気が落ち着かないってやつだろ。それなんか吉野の隣の席はそういうところのカリスマだからか、イケイケ女子10人に囲まれるくらいの緊張感がある。最高じゃん。最高って。家森くん、吉野さんの世話役大丈夫そう。カナエさん大丈夫。すごいやつだし何の世話もいらないって。そうなんだ。副委員長だから相談してね。そっか、しゃっかりクラス委員長にされたんだっけ。去年も担任だったからいろいろこき使われたんだよな。断らないでやってあげるもんね。まあそういうの慣れてて向いてると思うよ。ありがとう。びっくりしたよね。私吉野さんのインスタフォローしてたんだ。で、インスタやってるの。見る線だけどね。へえ、やっぱカナエさんのほんのりした感じが俺は。家森。先生、世話役どうした。吉野で食堂大騒ぎだぞ。え、ひまりんだ、本物じゃん。転校って本当だったんだ。可愛すぎ。髪サラサラすぎない。美容室月10万らしいよ。マジ。ひまりすのコスメ持ってます。写真いい。いいよ。すいません。え、よっと。家森、何怒ってんの。学校でイベント開くな。世話役で来たの。そうだよ、戻るぞ。先生に頼まれました。終了です。世話役はいらないんじゃなかったのか。頼んでないし。はあ、はいはい、ごめんね。てか話して。あ、ごめん。驚き方女子くさ。今やっぱ舐めてんだろう。ま、結果助かったかも。一緒に行った子たちのご飯邪魔してたし。有名人ってああいうの断らないのか。え、人のこと言えんの世話役。え、ああ、まあ嫌な時は断るけど、さっきのは嫌じゃなかっただけ。みんなが注目してくれるのも、可愛いって言われるのも、私のコスメ持ってるよって教えてくれるのも誇らしい。有名人とか関係ないよ。
仕事、褒められて嬉しいだけ。そっか。そう、イメージ壊したくないし。吉野、かっこいいな。俺も少しは気持ちわかるし。家森は？なんで私の世話役断らなかったの？え？理由とかないけど。うん。もう理由ないは社会で通用しないよ。何これ、面接？今のあくびなめっぷだろう。俺普段からうちの家事全般してて、誰かやってを引き受けるの慣れてんだよ。え？家事？それに割と好きなんだ、そういう引き受けるの。自分にも何かさ返ってくる気がするし。例えば今回はクラス委員長で内心が上がる見返りがあるしな。ふん。まあ吉野の世話役はみんなやりたがってたし、家事とは違うけど。帰ってきたんじゃない、世話役が。だって最初に私と仲良くなれたじゃん。え、吉野の髪型左右で印象が違うよな。まあなってないけどね。え、世話役いらないって言ったじゃん、最初は女子と仲良くするし。いい加減言うけど俺のこと舐めてるだろ。しまった、弁当吉野のせいで食べてない。え、私のせい？お弁当？家森が作ってるの？毎朝？まあな、手間かかるおかずは週末作って保存してて、朝は時間かけてないよ。いただきます。じー、夜じゃん。あ、そうか。最初はえパーン。もう私の勝ち。ハンバーグもらうね。はあ、待て、それは今日のメインで。うまー。おやるか。くれないなら早く食べてよ、ケチ。約束食べたんだろう。ほかほかな手弁当のがなんかいいじゃん。そうか、学生社長はわからんな。いつの間にか普通に話してる自分がいる。どうなるかと思ったけど、尊敬できるいいやつだった。世話役が終われば今後はあまり関わらないんだろうけど。お、新しい依頼主さん。俺も吉野を見習って頑張るとするか。ここ。すごい家。なのに。そう来たねー。家事をしてないせいで高級物件が台無しじゃねえか。私に世話役いらないから。やる気が出たぞ。吉野と違ってこの依頼主は俺が絶対必要だ。依頼主の中野さん、仕事で少し遅れるから先に中入っていいって話だけど、そろそろかな。どんな人だろう。でもなんか、この家の匂い。はじめまして。ああ、どうも。ん？家森？吉野？なんで吉野がこの家に？それはこっちの。待って、何そのエプロン。今日来る家事代行、家森なの？ね、おう。終わった。今私は死んだ。ちょっと待って、どういうことだ。俺は家事代行してる人の知り合いで、中野さんって人に頼まれて。その人は私のおば、上京してから保護者ポジになってる人。でもここに住んでない。え、ここは私ん家。自分のお金で借りた部屋。一人暮らしするから転校したの。この部屋を高校生が自分の稼ぎで？いいでしょ、頑張ってるし。あ、吉野の家。
ここがくっそ、うまっていうか家政婦って女子じゃないの。だからホコリアレルギーに悩んでたのか。学費貯めてるって言うから偉っと思って頼んだのに、クラスの男子とか最悪じゃん。学費の話まで伝わってて、連絡おばに任すんじゃなかった、無理すぎ。じゃあ、つまり俺の依頼主は吉野なのか。この先きっと俺の日常は。そうだよバーカ、女子高生社長との波乱続きだ。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。